島根県立古代出雲歴史博物館は、島根県出雲市にある歴史系の博物館である、牧文彦の設計による建築物。2007年3月10日に出雲大社の東隣に開館した。主に出雲大社を中心とした古代出雲についての展示を行っており、常設展示はテーマ別展示室、神話展示室、総合展示室に分かれている。 主な展示物としては、後人国遺跡より出土した、銅剣358本、銅保十16本、銅卓6個、鴨岩倉遺跡より出土した国宝の道三39個、平安時代の出雲大社本殿を再現したという10分の一の模型などがある。総合展示室には、岩見銀山など旧岩見国も含めた、島根県全体の歴史についての展示がある。このか。 中央ロビーには2000年に出雲大社境内から出土したうまめ柱が展示されている。敷地内には風土器の庭や体験用の水田、工房が設置されている。コンセプトとして建築の主張を抑えるために面と線を簡素に表し、素材も鉄とガラスというシンプルな組み合わせになっている。また壁面の鋼は古代のたたら製鉄。 ガラスは現代性をそれぞれ象徴する役割も担い、古代と現代の融合という意味合いもある。また元々の敷地は駐車場と湿原であったため、庭園の樹木には、シや菓子など、常緑の紅葉樹が植えられた。ありがとうございます。